フリーアナウンサーで女優の田中みな実34と元 HKT48 でタレントの笹原里乃28が20日、キリン一番搾りツイッターアカウント、キリンビール YouTube アカウントでのライブ配信企画、みんなで美味しい。一番搾りの会2020年末編に出演。ビールを楽しみながら、この1年を振り返った。大勢が集まってのリアルな飲み会ができなかった2020年だからこそ、美味しいキリン一番搾りと美味しい食べ物を楽しみながら1年を締めくくってほしいとの思いから実現したオンライン飲み会企画。和服姿で登場した2人はキリン一番搾りの缶を手に乾杯。オコール。田中が年末にビールって最高と顔をほころばせれば、笹原も幸せ。仕事とは思えないと満面の笑みを浮かべると、キリン一番搾りと事前にツイッターで募ったおつまみとしておでんやカニを満喫。オンラインでつながった大勢の視聴者の声に応えるなど、美味しいひとときをリアルタイムで共有した。今年の漢字一文字を問われ、田中が書き上げたのは、み。今年の顔やベストドレッサー賞などを受賞するなど大いに注目を集めた2020年を信じられない夢みたいな1年でしたと充実した表情で振り返った。延べ視聴者数は89万2965人と今年7月に行われた同企画を上回った。アーカイブはキリン一番搾りのツイッターアカウントで視聴できる。